ステファン・ミュッケはドイツのレーシングドライバー。ベルリンで生まれたミュッケは1998年にフォーミュラ BMW アダックシリーズで優勝し父親が立ち上げたミュッケモータースポーツチームからデビューしレースキャリアをスタートさせた。2002年にドイツツーリングカー選手権に移籍する前に次の3年間父親のチームのためにドイツフォーミュラ3に出場。彼は シリーズの4年間で、チームロズベルグ、パーソンモータースポーツ、ミュッケモータースポーツで、メルセデスのドライバーとして、DTM で活躍した。2007年、ミュッケは、スポーツカーレースに転向。ランボルギーニムルシエラゴアール GT で参戦する、ALLINKL.com チームより、FIAGT 選手権、およびチャローズレーシングシステムより、 ルマンシリーズとルマン24時間レースに参加した。彼は2008年もチャローズに残留。2009年にアストン・マーティン・レーシングに移籍してルマンシリーズに引き続き出場した。ミュッケはルマンの LMP1 クラスで3回連続のトップ10、フィニッシュを記録した。2011年6月5日、ミュッケはシルバーストンでのフィアグッド1世界選手権レース中に リチャード・ウェストブルックと接触して大きな問題になる。最初に、ウェストブルックは結果としてスピンしたミュッケとぶつかり、ウェストブルックのマシーンは破損。ミュッケは続けて、ハンガーストレートをドライブしていたウェストブルックの前でクリップした。その結果、両方の車が大破し、リタイア。ミュッケは次のレースで10位のグリッド広角ペナルティを受け。 DMSB にもライセンスを取り消すよう報告された。ミュッケは2015年のリキモリーバサースト12時間でも少なくとも2回のアクシデントが発生させたとして彼の攻撃的な運転スタイルは再びぶつをかもした。1回目はザ・カッティングでデビット・ブラバムを抜き2回目は最終ラップの最後のコーナーでマットベルをワイドに押し込みベルから表彰台を奪った。 その男は少し話をする必要があると思う。とベルの子ドライバー、ガイスミスはコメントした。2012年、ミュッケは FIA 世界耐久選手権で、アストンマーティンレーシングと、GTE、プロクラスのアストンマーティンバンテージで出場。2012年のルーマン24時間レースでは、ミュッケは共同ドライバーのアドリアン・フェルナンデスと、ダレンターナーともに、GTE、 プロクラスで3位を獲得。バンテージ4.5リットル V8 はサーキットゲラサルトで大きな問題もなく合計332周をカバーした。またチームは3分54.928秒でカテゴリーのファステストラップを記録した。2016年ミュッケはアストン・マーティンで8シーズンを過ごした後2018から19シーズンまでフォードチップ。 ガナッシュチーム UK から FIA 世界耐久選手権のルーメン G とプロクラスに参戦した。ルマンシリーズ FIAGT1 世界選手権、FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レース。ありがとうございます。